本当にこのような機会を与えてくださってありがとうございました。ステージの上では緊張してしまって一言も喋れなかったんですけれども、ずっと本当に感謝の気持ちがいっぱいで演奏させていただきました。
このような機会を本当にありがとうございます。Vielen Dank. May I ask one question, Nina-san? Could you just tell us why you selected this pieces you played? Is there anything, is there a background to it? Or is this a special, special pieces you like? Or what was the reason?まず今日は本当に久しぶりに、ピアノと演奏するそしてこのようなサロンで演奏するとても久しぶりの機会でした、そしてなぜこのプログラムを選んだかと言いますとまず最初の明るい3曲に関しては、エルガもとてもバイオリンを弾いていましたしクライスラーもバイオリンの名手でしたとにかくバイオリンがすごくたくさん振動する曲をセレクトしました。まずはオンラインのコンサートとはいえ、何かの振動だったりとかバイブスっていうのはやっぱり国境を越えても届くと信じたいのでたくさん楽器が振動する曲を選びました。そして、4曲目のフィンジー作曲のエレジーという曲ですけれどもこれはまあエレジー本当に悲歌という悲しい歌というタイトルですが私はこの曲をただ悲しい曲には感じていなくて悲しい状況だからこそ欲しくなる温かみだったりとか光とか希望とかそういうものをたくさんこの8分の曲に詰め込んだ曲なようにいつも感じています、実際私たちも演奏機会がすごくなくなりまだ今後もしばらくないですけれども、でも希望は捨てないで、光を求めて、日々精進していきたいなという気持ちも込めてですねこのぬくもりにあふれた曲を弾きました。そして、ビターリのシャコンヌというのは、元本当舞曲ダンスでしたがダンスのスタイルです、同じテーマを形を変えて何回もこの曲は約30回現れるんですけれどもそうすることで何かモヤモヤだったりとか悲しい思いとかをこう浄化させると言いますかそういう意味が込められた、ダンスだったんですねシャコンヌというのは本当の曲、その意味合いを込めて、この曲を演奏しました。で最後のチャルダッシュはもうお祭りです Well, thank you very much. Well understood. I think all we enjoyed, and especially as you said, the violin was really in the forefront and was really impressive. Thank you so much. And maybe I would like to use the last couple of minutes of our online concert to ask your question about your personal feeling. Maybe it's a huge difference of playing in front of an audience that you may see that's physically available and present in the concert hall, and now you played into a camera. Was it a lot of difference that you felt, or could you say to yourself, maybe that's a setting I can deal with in the future as well? 初めてだったので最初の2曲ぐらいは、どこに向かって演奏していいのかが分からなかったんですけれども、だんだんこうイメージがこのカメラの前に私の大好きなドイツから聞いてくださってる方々や本当に世界中から聞いてくださってるんだなというのがちょっとイメージできた気がして、今ここで全身で音楽を楽しめばきっと見てくださっているというふうに信じながらだんだん慣れてきました。